でかそれツアパンの。ナイス、スノック、ラスイッチ。そうだね、一回アーマースアップしてもう一回。ナイス、アティさん側の方押してってんのかな、これ敵。うまい、うまい。穴子落とされて、2v3。タピさんが後ろから車線通してる。出た、強い、スノック、ラスイッチ。これで見てる。これで見てたよ。手前、桜2枚の。これで見てろ、これで見てろ。あー、強い。もうやばいな、超やばい、乗ってるな、今日。待って、巻かないと、巻かないと無理。硬いしろ、硬いしろ。いや、強い。めちゃくちゃ強い。Poppin' on the west side, cause it's where I stay. I just made a thousand, blew it in your face. I've been going in, now I'ma close the case. 本日のスクリーム、B 対 D だね、前半。アセンド DFE36、エレメント 6FC、ブラックアンド、J リングス、キック、JCP、LCDF。ラフテル、LG、モイスト、NRG、オニック、リドル、SF、シンギュラリティ、X セット。日韓は3チームだね。FC、ラフテル、リドルの3チームでお届けします。決まったないな。これ、ソドバイとかない FC。ヘムロック1個、ヘムロック1個だけ。レサポルタだ。1階のところに3人とも作してるね、俺。見て見て見て。右2枚、右2枚。左1。左は9が2個20。9で上いかねえんだな。ファイト中に余計なこと言わないで見ちゃったよ。じゃあジジがめっちゃ元気や今なんだ。さっきちょっとお散歩したんだよな。えらいちゃんと左外1枚いったんだけど追いすぎないで。絶対あれ追ってったらカバー来るからな。これどこだ。キックじゃねえか。おおでかそれ。ホワイトマンノック取って 2v3? 階段のやつ肉が60入ってるよこれ。おいナイス。 LCDF と初動ファイトして FC が取り切ったね。ナイス、幸先いいよ。さあこれ収縮で、これラフテルは前進まなきゃいけないね。これファイト仕掛けに行くんじゃないかな。どうだろう。まあバンガルト切ってバンガルト返すだろうな。リドルも NRG もまだ変わらず、あファイトになりそうだねこれ。前で前で前で。さあこれ前出てるよ。前前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 。サプライの裏に1枚いるね。目たかれて何も見えないねこれ。ユキオさんデジスク持ってるから相当いいんじゃないかこれでも。一番ちょっと右側いるよ。ただ三宅さんが相当削られちゃった。残り体力20まで削られちゃったね。あ強い。この男、この男強すぎる。3対1だねこれ残り。あー強いわー。うわ強い。やばい燃える。スワップして右側に木耐えて、ディスク持ってるからそっちからピークしに行ってるね。あー強い今の。さらに別来てるから一回ゆっくりできるね。今のユキオさんの156赤浜のやつに対して削ったのがなければ結構やばかったね今の。うわ強かったな今の。リドルが、ラフテルとファイトになってリドルが取り切ったねこれ。NRG もあれだね、 E36 にやられてる。エメント6がラバサイ側からこれ E36 とファイトになってるのかな。ワンノック落としてるだろうの知ってただろうからね、起こしたてだね今。ただおお、いや当てすぎじゃね、当てすぎじゃね。ジッター、あ間違えた間違えた、やばい。ちょっと待って、ああ、俺が違う画面見てたら、俺が違う画面見たら死んでんだけど。まあしゃあないよね、そういう時もあるわ。さあこれ E36 終わったね。エレメント6は残り1枚になってますと。タイラーだけだね。 J リングスもまだ生き残ってる。ビッグモードでナイスナックス。おお強い。何が見えてんの、俺何も見えないんだけど。えなんで今の50入ってんの。キック取り切ったね。さあリドルはこの後第4収縮でこれ移動になるね。バンガルト耐えて、その間にこれ飛ぶためにバンガルト耐えたね。これバルーン飛んでる間に撃たれないように耐えた感じだね。エレメント6画面になってて、ちょっと整理するわ。これ J リングス生き残ってて、アセンドは DF 画面で、ジンクスがいいエレメント6だからこれも消して、エレメント6あれだね、リセットできてるね。リドルは一旦
ビグモと完結戦の間の丘上取れてんね。多分これ下側とこの左下、右下と左下別地なのかな。これどうなんだろう。8部隊の21エイムタ6がファイトになってるね。これラバサイ側の下から上上がってったところでファイトになってて、ワンノック押されてる。タイラーがやばい、当たらない。あーこれで 1v2 かな。ただ別地の車線でワンノック取ってるね。これ 1v1 残り、スレイヤーが残り1枚になって、エレメント6取り切られたね。リドルはワンノック取ったね。これ完結戦側シンギュラリティ終わって、オニックも終わってる。残り5部隊の13、どっかがソロかデュオデュオだね。木体低デジスコでピークしにいってる。敵がリフトで上上がってってるね。これタピさんのところ一気に来てる。これホライゾンウルト入れられてるね。さらにただがっつりやりすぎちゃうとこれビッグモード側からの車線通されてると結構きついね。ただこれビッグモード側が次のアンチだから早めにこれやりきんないと収縮の時に来られるとだるいね。強い128。この男プラウラーだけじゃない、この男プラウラーだけの男じゃないぞ。モイストが終わってソロだったね。モイストがね4部隊の順に全部フルパだね。おそらくビッグモード側に2パーティーと完結戦2パーティーかな。これだから早めに終わらせたいね、できるだけ。見えるよ、ここいいよ、いいピークだよこれ。自分は削られずに木が17秒だからあんまりがっつりはいけないねこれ。三宅さんのとこにホライゾンリフトで上上がってったね。敵これ上上がられちゃったらまずいかもしれない。いいよ、頭なしで見て。いいよ、上行こう、プッシュ。いいよ、いいよ、そのコール。これ多分カーテンで左側上がってってんじゃないかな、これ。いるよ、こっち。待って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 。アンチの中に入ってく動きうまいね今の敵。ちょっとうまいね今のね。残り2部隊 DF が今ファイトになっててリセットできるかな。これどうだろう。ただこれ起こしてるの気づけてないな多分相手。アーマースアップしてそのまま 1v1 かな。 DF 対オニック2が KS2 これになってて、下が DF で上がブラックハンドだね。残り 1v1 3対3だね。ブラックハンドがホライゾン、カタリスト、ワットソン。カタリスト、ワットソン、カタリスト、ワットソンだね。 DF はホライゾン、バンがカタリスト。 DF の方がかなり攻撃的な構成だねこれね。ブラックハンドは左側の岩までスペース広げようとしてるね。バンガールと DF が切ってパイロン置いてるね。バス周りにかなりスペースが狭くなってるのはブラックハンドのね。 DF の方がスペースかなり広く取れてる。これ3人ともバスなんか固まってる。ただブラックハンドが車から見て右側から3人でピークしに行ってるね。1人上登って、上登ったホライゾンをアーマー割ったね。あ強い強い。おお DF 取り切った。ビッグモードが取れたら DF がかなりバンガルトを入れて広くかなりスペース取ってバス中に3人追いやったところでこう3人で囲い込んでブラックハンドがプレイできるスペースはバス周りだけになったからそこ囲い込んで、ファイトに勝って1試合目は DF がチャンピオンですね。取れます。ナッコナッコ見て見て見て、ナッコだるいね。うわ、キルつけられてね、これ。僕追われてるわ、今。一回？いや、大丈夫。二回、三回、二回、二回。屋上取れたよ、屋上取れたよ。階段ピッチするよ。二階の外多いかも。一回行ったかね、多分。多分一回行った。まだまだいる、まだいる。キルズ誰に？ナイス、カタリスト終わってるよ。マジロ。オッケーオッケー。どこだ、屋上に全員いんのかこれ。お強いよ。2人100ぐらい入ってるよ。じゃあこれカタリストとホライゾン。ヒコから車線通すわ。階段90。なんか当てる。ここ溝溝溝階段の下の溝。了解。
やったやったやった。いいよ、つのく、ワンブツー。階段のキューズ、2個50入ってるやつ。いいよいいよ、起こして敵来させた方がいいね、これで。ノック使った方がいい、それで。おー、ナイス。 LCDF と FC デストロイ、初動ファイト2試合目も FC が勝って 2-0 だね、今のところ。 You shot me before the evac and I fucked them bro like come on。 うるさ。失礼しました。イバック乗る前にめっちゃ撃ってきたやつを、あ、なんかファイトになってるぞ。エナルギースイートがワンノック取ってる。橋下入ってきたパーティーに対してスイートがワンノック取ったね。ホライゾンルト入れて、アクサ入れて、ノーエーヨーナイス、キック取り切った。結構おにぎり取ったままだいぶこのアンチ入ってくるパーティーに対して圧か、ウークレーバーや、アンチ入ってくるパーティーに対して結構圧かけてキルポ結構取ってるね。5キルの1アシストから6キルは取れてるね、これ。エナルギー、あ、これ大丈夫か。あ、取れた。リドルはここから前入っていかなきゃいけないね。これちょっとしんどいか。前へ、これ他の車線切りながら、あー、上行かんなんか、これ。あ、でもこれ三宅さん大丈夫か。あれあれあれ死ぬ、あれあれ死ぬ、死ぬんじゃない。危な危な、いや死んだし。危なかった、ゆきおさんは。宮家さん死んだ時に何も喋んないし。 SF とどっかがファイトしてるね、これ。あれ死ぬってゆきおさんは言ってたけど、宮家さん何も喋ってる、絶対ミュートでしょ、あれ。ワンブツー、あー、さすがにね。SF 終わったね、もう一層が取り切ったね。FC は橋下、証拠台の下取ってるね。これこのまま下から進んでいかなきゃいけないね、これサプライの方から。 NRG は、おにぎりから外れたんで、このまま前行って目の前の青バス入ろうとしてる感じかな、今言ってたね。E36 がビクモの下、ビクモじゃねえや、ミラボヤ、ミラボヤの下の家取ってるね。紫金、紫かなり甘いね、これね。さあ、これリドルはこのままどっから入ってくんだ。下行くのか、下行ったら FC と当たるし、上から行くとエナルギーと当たることになるね。どっちから入るんだろう、これ。え、ナイス、もう一度が終わったね。これエナルギーが抜いたね、1枚。もう弾無駄にしないために撃たないって言ってるね。これ起こしきれんのか。起こしきれそうだね、とりあえず。左はやり合ってる。橋下でFC とどっかがファイトになってるね。2ノック取られて、残りピノトさんだけだね。取り切られちゃったね、これ。どこだ、これ。まあ、FC 終わったね。もう痛すぎなんだけど、もう無理だ、これ。タピさんが1ノック取られて、三宅さんと残りリドル、ユキオさん2枚だね。だる、いた、これ。何チャライクレバー、yep. ナイス、1ノック取ったよ。2V2。ビグモ側の車線通さ、気をつければ、これ 2V2 できるね。このまま、うん、いいよ、強い、あー強い、頑張れ。あー、ナイスナイスナイス、取り切った、取り切った、とりあえず取り切った。残り三宅さんだけだけど、キルポ取って順位ちょっと伸ばしたね。誰これ。リドルが終わったね。 MDY とファイトになったのかな。うん、 MD、 うん、オニックとファイトになって、オニック取り切ったんだけど、 MDY の残り1枚だったのかな、これ。MD は3人いるね、これ。ナスケ、ナスキー、E36 映してよ。ポジションはちょっとだけなんか右側に戻ったね。まだミラボヤの上入ってて、 E36 がとエレメント6が取ってる岩場が入ってないから、これこの後 NRG とファイトなんじゃないか。こっから火力側にいんの、これ別じゃね、これ別だ。火力側にマンパと岩上取ってるエレメント6に挟まれてるね、これ。 NRG とエレメント6に挟まれてる、火力側が。左側の NRG の車線を川手に切って、ファイト仕掛けに行こうとしてね。これガッツリインファイになっちゃうと NRG がすごい美味しい思いするな、これ。いや、苦しそう、これ。正面のパーティー100入ったよ、グマルグレで。カタリスト肉50、60入ってるよ、ナイス、強い。ただこれガッツリやり合って削られちゃうと、バンガルル割って、ただまだ正面にエレメント6がいるから、1回戻って負けるか、これ。負けるね、とりあえずはね。
They're still walked up from that corner there. I saw a bangle too. Should I bangle at the left? I saw my wall as well. Come with me, we need to jump down. エレメント KSB にマジパッションって感じだよな。ホライゾン真ん中取って、ラスイじゃないのこれ。起こせてんのかこれ、このパーティー。かわいそう、アライアンスだ。え、アライアンスなのこれ。アライアンス配信してる？まあまあいいや、この試合は。アライアンスちょっとかわいそうすぎない？エレメント6と NRG に挟まれて取り切られたね。エレメント6に決着。ワンノク取ってて、ただ体力状況相当悪いよ、俺、NRG。DF 終わって残り5部隊。スイートが落ちて、2v3 か、これ。2v1 だね。ワンノク取られて、ギルド対。ケースミンか、これ、エミント6、MDI 終わって。これ、起こせればでかいよ、でかいんじゃないか、これ。E36 がまだ生き残ってる、これ。ただ、これ、ファイト終わったところ、ちゃんと、両輪に狙いに行ってね、NRG 終わって。3対3かな、どうなんだろうこれ。ホライゾンウルト入れて、敵もリフト使ってるよ。左側に1枚と右2枚だね。左側のやつをフォーカスしに行ってる。ワトソンをナイス、ワンのことして 2v3。 お、強い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 。ワン落とされたけど2対1で勝ち切ったね。 E36 ナイスだねこれ。強い今の。下側から入ってってフリーチだったのに E36 ちゃんとフォーカス合っててすぐワトソン落としきって、残り2枚のやつをまたフォーカスですぐ落として、めちゃくちゃいい形だったんじゃないでしょうか今のこれ。さあ2試合目はちゃんとリザルト見たいねこれ。いいね、日韓1位取って、これ日韓のチームがチャンピオン取っていいですよこれ。てかアライアンスやってんの？配信いないと思ったらあれか、グループにここに、あ、なんか追加されたわ今。あ、ユキオさんありがとう。あ、ワイプない人のやつがいいな。E36 が2試合目ちょごめん喉が、2試合目 E36 がチャンピオンで9キルだね。2位がブラックハンド6キル、3位 NRG の10キル、4位がエレメント6 2キル、 MDY が5位の5キルだね。予想はそうね。あ、これ遅い僕。いやいや、見たくない。右来てる、右来てる、右上。オッケー、右、右見てくれ。行けない。右行って、あ、オッケー、降りる、降りるよ。オッケー、一回やればよ。ドームダック俺、やばいから。オッケー。降りる、降りる、降りる。ブック行こう、ブック行こう。階段来てる、もう。階段来てる。ブック入ってきて、ブック入ってる。早いの、早いの、早いの。わー、強い、150。ナイス、いいフォーカスだ、かなり。残りかな、片一層で残り1枚、強い。ハンドリさんがワンノック取られたけど、取り切ったね、LCF 3-0 で FG が勝ったね。ユカピロさん強いね、マジで。落とされてるこれ。どこ走ってんのあれ。これ倒していくんじゃないのアライアンス。ただマンデーとユキも結構削られてるね。まずい、マンデーはアンノック取れた。これやばいかもな、ちょっと。ナノさんどうもこんばんは、明日早いので、はい、ありがとう、見てくれてどうも。アセンド終わったね。ただ別地持ってて、これダウンしてるのバレてるねこれ、おそらく。Okay, just keep it, keep it up, keep your knockdown. Move a bit left, 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 left. Get inside, someone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  inside, bro. I knocked one, I knocked one, another one. Kill him, kill him. One more, one more. Ah, もうやばい。やばい。やばい。All you, all you, bro. Ah, 惜しい。救急当てすぎてリピーター逆に当たんなかったこれ。ワンチャン狙ってたな。それな、強い人しかいないねマジで。今日どこなんこれ、塩エル KCP がファイトになってるこれ。下にいるパ、下にいるパーティーとファイトになってるのこれ。ぽいね。ツノク取って、ただサーデルもワンノク取られたね。ラスカイロー、ラスカイワン、ラスカイワン。40 HP maybe。 これただジョフられんじゃないか。 DF 終わったね。 Why are they ratting? ハイドしてたんだ。ハイドしてたのかな。なんでハイドしたんだこいつらって言ってるけど。 Dude I don't wanna push, I don't wanna fight. I don't know why they're just not. Dude, I got fucking tabbed out for whatever reason. That's unfortunate. I don't know why they're like ratting.
まあ多分上からの射線きつかったから、そんななんか打ち合おうとしてなかった、見てなかっただけじゃないのかな。今の DF ハイドしようとしたわけじゃなくて、多分わかんないけどね。ラフテルは確か復帰がし、なるほど。アーマー渋いんで、さっきから見てると。さあこれエナルギー下にいるエレメント6に対して圧かけに行こうとしてんじゃないか。これ行こうとしてますね。これウルト入れてグリ入れて倒し切ろうとしてんね。これまずいです。あーまずい。ワンノック取ったけど、あー後ろからも別来た。I'm safe. Reset underneath. Reset underneath. We were forced to make that play, unfortunately. You're fine here. We're fine here. Element 6終わったね。Yep. You maybe have some time. 俺ケースにティルトしてそう。そんなことないか。なんでプッシュしてくんだよって言ってそうな気がしたけど。いや燃えすぎ。The fuse just died. The team, the fuse and the truck died. But どんだけ熱まんのここ。さあこれ後ろから来てるパーティーもおそらく多分上のパーティーに落とされてんじゃないかこれ。なんかリブときたね。Boys on the realist of notes, you might want to use this catwall to get the fuck out of here with a bang smoke and push that duo, push the solo out there. Maybe not, maybe not, maybe not. I'm sure that one of these boxes will have a fuck. Yeah, we can. ピーターは強いけど。他は平和やね。Oh, that corner. Okay, you're good. Yeah, you're fine. You're just kind of in a scrim vibe right now. 24 seconds and banner. Nice job. Okay, now we're looking for a Moby. ラバサイの南側の。いやヒューズ来た。なかなかなか。これどうこれどうこの前。ロロ。強い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 。いいダメージ。見えてんだよなこれ。落ちるわ。アークついてる。やばくね。こっちが出ないか。いややばすぎグレ。いやグレの数やばすぎるこれ。どここれ。やっぱ家中ファイトヒューズ強すぎるな。見た今のグレの数。四つぐらいあったよこの部屋に。まずヒューズルトで中に閉じ込めるじゃん。リドのこと。ただワンチャンあるぞこれまだ。なんか1枚めっちゃローって言ってたし、ヒューズも割れてるよ。ヒューズ1ノック取って 2v3 2v2。 三宅さん押されてタプさんと 1v1。 後ろからの射線も取り出したね。SF かもう。なんでやばいな今の卒り方。やばいね今ヒューズルートで中まず縮こまらせて敵を。でそっから手前が2つ部屋があったでしょ。うつ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 う。あー強いね。ナイス、スノック取って。あーイーサンの取り切ったね。スイート強い今の。まあ、さっきの話なんだけど、ヒューズルートでまず狭くさせて、ポジション家の中に閉じ込めさせたじゃん、今外に。キープできないように。で部屋の形が2個なんか四角い部屋があったと思うんだけど、手前側をホライゾンウルトとグレでまず追い出したじゃん。ユキオさんちゃんとスペース取りに行こうと前行ったんだけど、あれ偉かったんだけど、ユキオさん。でまあ3人とも後ろの部屋まで追いやられたじゃん。でそこにグレ入れてもう4つぐらい入ってもう何もできなくさせたね。あれだから敵のスペース狭くさせるやり方がうまかったね今の。 FC あるよ FC。 これ FC 的にはこの坂側北側この見てる方向から来るパーティーを弾いてそのまんまこっちのドーム側の上取れたらかなりいいと思うな。空側進んでいく感じかな多分だけど。発射場側ラバサイ側の方がすごくパーティー数多いから、そっちから来るパーティー多いから、そっちからやり合いながら入ってくるパーティーを最終的に FC が取り切るような形がすごい良さそうな気がする。あいいよ。肉40に入ってるよ。マジピン。
ぱ丸グレ。エグーソの丸グレ。SF 取り切って、ただベッチが来たね、これ。がっつり SF とインファイになっちゃったから、下から来たパーティーに魚振られた感じかな、今のおそらく。NRG も2枚落として、落ちてて、残り、スイートだけになってるね。で、これもバルーン出して、まあ生き残ろうとしてる感じかな、これ。モイストが、エナジー取り切ったね。モイスト視点あるんだったら、これ残しとこうかな。Ever there, so our opportunity there was getting to the choke. Singularity が FC 取り切ってて、ラフテルが残り1枚だね。ワンチャンこのアンチだったらあれだぞ、全員伸ばせるぞ。J リングスが発射場の上に対してファイト仕掛けに、いや、手前側をキープできればいいって判断が、上を取り切ろうとする感じだね。ただ発射場側からも違うパリ、強い123、もう一つじゃないから、これ敵。ブラックハンド終わって 6対16。ラフテルが残り1枚だから他がフルパだね全部。でモイストが、今Jリングスが取ってるの下入ってるね。ここに3人ともいるね。でシングラリティが FC 取ってたところだから、これ一番東側を広く取れてるね。ただ違うホライゾンもいるぞこれ。あ、2パーティーいるね、ここ。ワンダフ取ってる、これ。あ、強い。ホライゾンも落として、残り1枚。やりきりに行くんじゃないか、これ。ただ、ダウンしちゃうとまずい。上からワンチャン。うん、ジェイリングスが上に行ったね。下行ったんだけど、正面から、シングラリティ側の車線。あ、違うわ、これレモンさんかなが車線通してんだね、これ。で、ジェリングスがワン落とされちゃって、残り1枚になっちゃったね、結局。で、モイストも、ウォルツィが生き残ってるね、まだ。おい、モイスト終わって、残り4部隊の10だね。だから、これ、シングラリティがフルパレ残った3部隊だね。レモンさんが残り1枚の。あと、どこだ？スイートも終わってるし、まあ相当シングラリティ有利じゃないかこれ。3枚残ってる感じかなこれ。正面は残ってそうだねこれ。レモンさんが残り1枚で順位伸ばして、これ発射場のパーティーを一緒に倒して順位伸ばしたい感じかなこれ。シンギュラリティは相当広がってるねこれ。前目にだいぶ広がって、発射場から入ってくるパーティーに熱くめっちゃかけてねこれ。レモンさん押されて LFT 終わって、残り2部隊だね。 1v1 だこれ。あー強い。敵は発射場から入ってきて、そこにある目の前のこの岩裏に3人ともスタックしてね。クリプトとカタリストワンノック取られて、シンギュラリティはほぼ体力削られてない状況で、ホライゾンウルド入れて取り切ったね。ちょっとポジションちゃんと広がってたの偉かったね。右1枚の左からの方2枚で広がってて、発射場から入ってくるパーティーは縮こまるしかなかったねこれ。一個の目の前の岩のところ降りるタイミングでも相当削られちゃうから、あれ入ったところホラウル入れて右と左の車線で潰し切ったねこれ。3試合目はシンギュラリティがチャンピオンでした。リザルトくれー。3試合目シンギュラリティが9キルチャンピオンだね。2位が、キック1キル、3位が LFT0 キル、4位が J リングス5キル、5位がモイスト5キルです。オニック7キルしてるね。 NRG、FC5 キルずつで8、9位、 SF も10位で5キルしてる。まあでもなんか電車も高いからね。なんかノンスパッド2パーいるけど。おお、かぶってんのかこれ。いやもうね、そっち車パクっていくわ。
あこれノースパッド何してんの。え、ごめん、そんなことあんの。え、マジなんかびっくりした。なんかユフナさんいないうちのチーム。非常に総理非常にごめん。リドル、タブさん行って帰ってこれんのかこれ。怖すぎるマジで。これ行って帰ってこれんのかこれ、大丈夫か。もう俺死んじゃったもん俺。俺そっちに行っていけるかな。タブさんの遠足が始まったこれ。で、NRG は移動してくるパーティーに対して圧かけてるこれ。アトソン割れてて。Do it, do it, do it. They're gonna get shot in the side from far. Valk challenging. Watson 68 on blue. I don't have ult for 4%. I'm gonna use one of my nades on the res. They're resing on this, on directly below my red ping. I have an arc. Yeah, I can't see them right now. The other team is gonna reset too. I'm dropping an ult on them. They put a gen, they put a gen. That's unfortunate.あーウルト入れようと思ったんだけどパイロン置かれたから当たんないから一回投げんのやめたね。強いよ。That's great, that's great, that's great. And then Nate, after this is done, you need to run to me. Oh, they flew back to Prowler Island. That's good, they're gonna shoot these guys. The car team's carrying away. Alright, they're getting shredded now, Nate. I might get flown out in a car, I might get flown out by a car. Just show presence, show presence, you'll be fine, you'll be fine. I'm showing presence. And if they do, come to us, Guild.Wait, what is going on? They're back ulting! Oh, Valkyrie ult で飛ぼうとしてるけど、これ落ちてんじゃないの？あー、落ちされたね、これ。Last guy's popping a bat there. Bro, they're all gonna die. もう強い。アセンド取り切ったね。あ、これタピさん合流できてんじゃん、これ。車持ってきてるし。車ちゃんと持ってきてる。いけますが。長距離運転お疲れ様やねこれね。よく無事帰ってこれたねこれ。三番もあるか。今日那覇さんがちょいバズしてた。いや那覇さんはきっかけがあればバズる人でしょ。だってあれおもろいもんだって。自己主張が少ないからさあの人。 LG はあの自己主張少なくて自己天井少なすぎる人間だからあの人。なんか競技以外興味ないからあの人さ出さないだけで、なんかきっかけやったらあの人だって人気になる人でしょ。だってそうかぽいな。でもおもろいからなあの人元が。ちなみにもういいね。なネジ外れてるから言えるよ。5箇所ぐらい普通なんか1箇所なんだけど、みんな那覇さんにかけたらね5箇所ぐらい外れてるからね。音楽流してるのエフェクトはそう。これラフテルのこと狙ってるねこれ多分。あ、違うか。あ、違うわ。あれ FC か。FC のこと相当狙ってるよ、これ。おー、ノック取ったよ、これ。いや、I'm going to give まずい。あ、危ない。ジム落としたんだけど、え、強い。エルサー持ってるって。エルサー持ってるって。これワンチャン落とせる。ドアマ1枚いて。頑張れ。2v3 だよ、これ。アライアンス対 FC 2v3 これ。マジ ?1v2? ホライゾンマンが落としてるよ。残り1枚アライアンス。オーマイガー、これ強っ。待って、強すぎない？ペロさん、ユカペロさん。ナイス、マジで。わお。アライアンスと FC がこうフォーカスでまずピノさんが押されちゃったんだけど 2v3 でアライアンスを返したね。あ、でも入れそうだねこれ。わあ、上にもいるし、キャノンも別か、これもしかして。わあ、降りてきた。あ、一回下がるんじゃないかこれ。これリドル的にはこれ魚振りに行くんじゃないか。リドルはこれこのままハンドルさんが押されて 2v3 ヒノスさんも押されて 1v3 だね。これでピンノックワンチャンある。右側からこれ多分リドルが来た感じか。そのまま前入ってとりあえず様子見落としてるね。これとりあえず前でエレメント6終わって、後ろも来てない、後ろも来てない。14分だね。42。もう一回速攻起こして目台得。あ、これ貫通してるわ、やばい。
みんな帰ってないから右行くしかない。前回復してる。ペラッタ俺ら二人で押すしかないぞこれ。オッケーオッケーオッケー。巻く時間ある？ない？待って待って。撃つ撃つ。強い。わあチーズ入れたけど敵も当ててきたなかなり。ゆっくりゆっくり。そうだねゆっくりやねこれ。これ前押していくと今リドルが後ろからまた狙ってるねこれ。自分ワンドク取って。ちょい見るわ。ただこれそんな入ってないからこれ右側。右取ってたらいいかじゃあ。あれで行くか。見とっとくよ。うん。ここ2枚で行った時に前押されてダウン取られちゃうのだけ気をつけた方がいいな。ガンファイト。ガンファイト。ガンファイト。行ってもいいかもなこれ。わまかなり交換してないこれ FC 終わったね。ただ奥からも打たれてるよこれ。ワン絶対落とされてるなこれ。やっても来てもいいよこれ。MDI と FC が当たり合ったところ後ろからリドルが来て前の田舎側からワンパーティー来てるねこれ。ただタフさんがかなり離れてるからこの間に一旦時間稼いでるね。バンガル取りでこのタイミングで前まで詰めたい。これキャノンまで取られちゃうと相当ポジション狭くなるからキャノンまでは取りたいねこれ。一旦リフト使ってバンガルと避けてるね。できまただまた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 そうだね、一回アーマースアップしてもう一回ナーイス、Jリングス取り切った。後ろからさらに別が来てるこれ。丸投げろ。いいよ、頭なしで戦うこれ。ホライゾン乗るときてカタリストカーテンも耐えてきてるね。ミャーティーさん側の方押してってんのかなこれ敵。俺うまい俺うまい。女子落とされて 2v3 タピさんが後ろから車線通してる。強いスノックラス 1? わかんない2v1 だよ俺。果たしてカーテンの裏かな。ロロロナイス250。うえー強っ。いや強すぎる。今タピさんが左から車線通しに行ってカタリストカーテンの奥側から行ってユキオさんが手前側で粘ったおかげでクロス組めたね。でアーマースアップもほとんどここなかったからスワップしようとしてたところをユキオさんが2ノック取ってったね。これ超強い今の。おいナイスウィグいたらめちゃくちゃ興奮してたぞ絶対これ。あそこいいじゃん、そこいいじゃん。ここいるな。オッケーオッケー。手裏もういいね。強いよマジ今の。めっちゃいいジャンプやん。ナイスバルジャンやねこれ。一番端っこ取れてるよ。しかももう丘上とかがの車線ないから一旦ここキープできるねこのまま。見ろ見ろ見て左見て一人左いる。これ止めてる。これ止めてきたよ手前桜2枚の。楽しい俺これ。これ止めたろ。これ止めたろ。あー強い。もうやばいな。超やばい乗ってるな今日。カタリストカタリストカタリスト強い。めちゃくちゃロー。もう一人もローだよ。バンガロール落としてるからカタリストもめちゃくちゃローになってる。ただ周り6部隊7部隊だから周りの作戦怖いね。あー取り切られたね。切り替えて終わった。ライトないライト。ライトも欲しい。ライトないライトない。ちょっとこれあれじゃね。あのまた別ってる。ただ体力状況相当悪いね。三宅さんもバッテリー待ちたいけどゆくさんも体力待ちたいけど。あー帰ったナイスナイス。一体いなしたね。じゃあね次入ってないからただどっかに移動しなきゃいけないね。これどっちか押さないといけない。右の IMC 側なのか左側なのか。ゆくさん7キルしてるよもうこれ。上もいる上もいる。上丸げた。これアンチ入ってくときに絶対これ前とやり合いながら潰し合いながら入っていかなきゃいけないような形になるんじゃないか。これ左側これおそらく NRG。 これいや NRG がリドルの前の家にいる。スイングしに行くねこれ。頑張れ。決まったか。いやこれ NRG がうまいな今の。これで100。おわ強すぎそれ。わあリドル取り切ったね。 NRG がリドルとのファイトを勝ち切った。残り5部隊の14だね。 KCP 終わってる。バンガルド来てるからホライゾンリフト出して前でリセットしようとしてるね。一回家の中入り込んだ。収縮43秒あるからまだ時間あるねこれ。体力回復する。いや今のはねちょっと今のは NRG の戦い方がうまかったわ。3人で一気に飛び込んでいったから完全にリドルの冬打てたね今のね。おおまだ入ってんねここ。ちょっとハイド気味にしてんね。ここ多分気づかれたら相当弱いポジションだから一旦ハイドしてる。 E36 がビーコンが入ってるところの家。いやあ長屋のところだね。取ってる感じだね。ここ入ってないからこのまま前進まなきゃいけない感じだね。カタリストカーテン焚いて前進んでるねこれ。これがっつりやり合ったらワンチャン NRG がジョフれるんじゃないか。ここポジション的には IMC 側もファイトしてるこれ。なんで裏画面行くのナスケは。あ戻ってきた。
Bro, the armory team's gonna walk up eventually and cheat up. The armory team is going to cheat forward and not know we're here. They think we're that catwall. We didn't use wall. これ乗るときて、滑ったから。Yeah. あ、強い、いいかもそれ。うわ、ドーム耐えてるところ、ドームファイトになったね、これ。うわ、スタン入っちゃったからちょっとダメージ入れなかった、これ。強い。うわ、惜しい。ワンブツ、ワンブツ。当たり落としてからワンブツだね、これ。残りバンガードだけない、これ。エナルギーがさらにこれ来てんな。IMC 側からもベッチが絡みにいってるから、逆にNRGがかなり広いスペース取ってる、これ。うわー、これ勝ったんじゃねえか、これ。まずい、これ。あー、落ち切った、これ。SF が終わって、残り2部隊。これ、間に合うか、これ。2枚は絶対いるね、敵。ギルドが落とされて残り 0.1 枚だけど落とされちゃったね。これ SF が2試合最終え4試合目か。あ、取り切ったね。ちょっとスイートやらかしたね、これね。1枚で入りに行っちゃったから落とされちゃったね。これ1位取れる試合だったな、今の。うわー、今のユキオさん完全に140万失った男だ、男の強さだったな。俺はエイペックスで頑張るぞっていう意気込みを感じました。めっちゃ強かったね、今のカー。ユキオさん。超強かったな、今のリドル。待って、もう一回リドルとくれ。1位ブラックハンド8キル、2位が NRG8 キル、3位 SF9 キル、4位 E36 が4キルで、5位がオニック1キル。リドルが7位で10キルしてるね。相当キル稼いだね、これ。いや、あれ強く、うまかったね、NRG も。3人で一気にタイミング合わせてスイングしに来たじゃん、あれ、木耐えて。塀の裏。だから、三宅さん先に落とされたのかな、あれ。もう、でもしょうがないよな、あれ。もう完全に主導権握ってたの NRG だったから、あれ。詰めてくるタイミング。一回、魚振りに NRG 来たんだけど、もうリセットされてたから一回戻って、でも次収縮するときにあそこをやりきっとかないと収縮入っていくときにファイトになるとアンチ飲まれてやられる可能性もあるし、やり合いながら入ると IMC 側からと家側からと車線通るから先に潰しに行く判断で塀裏に固まっているのに対して木耐えて3人でスイングしに行ったおかげでフォーカスできてもう結構ほぼダメージなく落とせたもんね、あれね。あれは NRG のコールとファイトうまかったね、あれね。入ってことする感じかな、これアライアンスと当たんじゃないか、あとJリングスがファイトになってる。強い、4つの取ってる、2v1? うわー、強い、キックと J リングスがファイトになったけど、J リングスが取り切ったね。今のアセンドじゃねえか、これ。あ、違うか。違う、打ってたのがってことなんだけど、あ、全然遠いか、アセンドの場所は。これ、起こせんのか、これ。来てるね。40。ラグ。ワン。ワンノク取って。ああ、ただ無理か。さすがにオニックに落とし切られたね。Jリングスとキックかな。やり合ってオニックが取り切ったね。だね、発進ところ。ただこれがっつりファイトしに行っちゃって、ダウンとかしちゃうとアセンドが来る可能性もあるね、これ。あ、オニック終わったね。また別これ。まあ、バンガルと今入ってるけど。死に際に入れただけかな。よーよく今のリフト使ってエフェクト上取ったね。敵もホライゾンリフトで上がってきた。うえ強い当てすぎでーす。カートのルーフ普通の取ってアーマーサップしようとしてる感じかな。エレメント6取り切っアライアンスが取り切ったね。リドルだね、多分これ。うん、僕今1個リドルはそのままどっち行くんだ、右ファイトに行くのか、それとも左側行くのか。あ、左にもいるね、これワンパーティー。左じゃね、これも左っけ、左キャクレーバー。うわ、クレーバー持ってるんだ、これ右上。うわ、これしんどいね、右も左も撃たれて、しかも坂だったからな、今の。
これのウル取ってガークさせたけど、撃ってる間にマンマが使ってる間に落とされちゃったね。リドルが落とされたね。これは無理やな、今の坂挟まれる形になった。シングラリティリドル終わったね。で、あ、相当アライアンスいいぞこれ。アンチどこなんだ最終アライアンス側なんじゃない。この何もないところになる気がするけど、この辺のアライアンスが、あ、車もある。すごいな寄り方これアンチ。おそらくこれチェックポイント読みの人たちがめちゃくちゃ多いから、チェックポイントからこの収縮でかなり入ってくパーティー多いんじゃないか。ここの狭いところをめがけて、これ投げ物投げるよ。もういいよ。投げた投げた投げた。モク1個入れられて、何も見えない。モクであれっすか。とりあえず俺バッタ釣れた。スピード釣れた。オッケー。3人とも割れてるよ。カタリストバンガーホライゾン。強い。ワンノック取って、ワンブスリー、ナーイス。モイスト取り切ったね。FC とモイストファイトになって、 FC が取り切ったね。ナイスグレーだったね。3人とも割れてたね、ピノットさんのグレーで。パーティーあと2パーね。どん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 。ナイス。ホライゾン落として、ミニムさんがかなり体力量だよこれ。ダウンしたくないねこれ。ロロロロロロロ。ナイス。 MDI 取り切ったこれ。アーマーサップして、固める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 。ナイス。まだ23秒収縮まであるから一旦リセットだねこれで。FC がさらにどっかからこれ NRG に押し込まれたんだね。 FC が下の家取ってて、北側 NRG 取ってたんだけど、下側の FC がこの木のところのモイストに対して当たりって、さらに上から北側からあの NRG が押し込んできた形になったんだねこれね。残りが5部隊の15だね。アライアンスが最終アンチの西側北側めちゃくちゃ広く取り切ってるねこれ。キルテンでしょ。こっちがマジやばい。こっち側ファイトね俺らも。そうだね、チェックポイント側の人たちはもうファイトしてこっちが取り切らないと。俺もアンチで殺すようなカーテンだからね。左も右もいる感じかなこれ。おそらく今のコール的には NRG が南側取ってる感じだこれ。オッケー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 。ホラキューいてるホラキューいてるホラキューいてる。ラフテルが南側をチェックポイントの南側取り切ってる。エナルジーに対してファイト仕掛けに行ってるね。右側にカーテン焚いて右の車線を切りながら前進んでてるね。ここ多分スタックしてるぞこの辺。なんかロロロロ。あて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 。あー惜しい。エナルジーが取り切ったねこれ。クレーバー撃たれたんだ SF に。ラフテルとエナルジーが終わって、残りが3部隊だね。Look at them climbing. Yeah, I'm gonna. They're bangled at us. Can you bangle? 敵カーテンゲートで車線隠せるとこなくなったね。I got Kraber, I got Kraber, I got Kraber. クレーバーヘッションもらったなこれ多分。Yeah, let's mute him. Let's mute him. Left side Kraber, left side Kraber. チェックポイント側のパーティーがクレーバー持ってるね。SF だったかなさっきのログ的に。確かそうだね。キンノックでかこれ。I think just put cash here, bro. Mutual.ただこれマンデーがかなり北側から車線通してくれてるから、チェックポイントから入ってくるパーティーに対してチェックポイント側はそのまま前行ってやり合うんじゃないか。でも結構入ってるかこの今みたいなところも。もう一人割れてエルスター痛すぎだろ。車ちょびっと前持ってきたいねこれ。次の収縮でのあのアンチが入ってるポジションに対して車2台持ってるやんこれ。アライアンス、そうだね、左のパーティーをフォーカスして右のチームに当たらせたい狙いだねこれ。アライアンス意外と広くは取れてるんだけど、次の収縮で入ってるところが少なすぎるから。あいつ男すぎるだろこのマンガロール。男すぎるだろ。男すぎてやられてるけど。なんであんな何もないとこで、多分ちょっと削られたら木で帰ろうと思ったんだろうけど、全然帰れてませんね。さあ今のうちに車ちょびっと移動させて、あいいよこれ車線隠れたいね。あれ一旦いいね、角一旦入れて。クレーバーちょっとだるいねあれ。左側岩広がってんね一人。あれこれがアップトップ。
右が残り2枚で左3枚かな、おそらく。左が SF で右どこだ、わかんないな。左に対してダメージ出てるから、その間に右倒そうとしてるね、今エフェクトは。おわお、強すぎ。ただ3人ともこっち側来たってるから、今このカーテン耐えてる間に右が広がられたら結構やばい。アライアンスが広がってた部分。LCDF 取り切って、ただ。ユキがちょっとだけ車線広げてくれてるんだけど、さすがにポジション的のがいいから。でもバンガロール落とし、あんま割れてるね。これ起こしきれたらでかいけど。ただこれ黒含めてるよ。上まで逃げれればめちゃくちゃいいけど、敵なんもないね。ホライゾンリフトで上上がってってユーティ落とされて、残りマンデー対ワンデーが 1v3 だね、これ。最終的に一番左が取ってたアライアンスが南側の LCDF と戦って、チェックポイントから入ってきた SF が最終的に取り切ったね。5試合目は SF がチャンピオンですと。I thought we were going to do that when they walled up on us. I just walled off the right team and we fight left. Yeah, exactly. Yeah. We should 100% fall left. I did, well, like, I did so much damage to them. That's what I had planned in mind, but effect was deep right, so I was like, fuck it, we have to help effect them, you know? Like, we have to cancel off and whatever. Yeah, because, so, you know, like, we're going to have a better spot if we kill Duo, and, like, that team cannot do shit to us because they're low right now, you know? Yeah. Let's keep it safe. 5 games.SAF、 あれ4だっけ、5だよね。5が SAF5 キルチャンピオンですね。アライアンスが2位の10キル、3位 LCDF2 キル、4位がエナルギー6キル、5位がラフテル5キルだね。やっぱアセンドはあれだね、移動中しんどそうだね。いいポジション取りに行く移動中結構なんかしんどそうなイメージあるな、毎回。まあだからあれだよな、本番とスクリームのあれって感じ、違いって感じ。うぇい、なんか今のチャーライってさ、やられた時クレーバーに当てられたみたいな感覚になるね、これ。一気に一気になんか体力減るから、これ詰めていくんじゃないか敵。アセンドはカチタがワンノック取られて 1-2v3 だね。起こしきったけど、ポストキルただ体力状況超悪いからカーテン耐えてこっち来るんじゃないか、これ。アルミ White、いいよ、ワンノック取ったよ。ヒザ後ろから一人来て、プッシュあるよ、これ。I swapped the shield by the way。 これ FC じゃね。おお、取り切った。 FC とアセンドがファイトになって 2v3 だったんだけど、アセンドが取り切ったね。この北側から、まあ、駒線前あたりから。おクレバウェイ押してます。ワンノッククレバで落として左から車線通しに行ってるね、スイニーが。まずい、これバンガルトで落ちるぞ、これ。ああ、片椅子ワンノック取って、これ起こしきれてんのかな、エナルギーどうなんだろう。 1v2 だね、起こしきってなければ 1v2 のはず。セブンティフラッシュだから30だね、あと残り。うん、残り1枚だね、フェン体力相当少ないね、落とされちゃったね。 NRG 終わった、いや角が入っただけか、とりあえず今。ネイフェンはまだ生き残ってるか、ネイフェンどこ、あ、ネイフェンだ。残り1枚 NRG、 ネイフェンです。中部隊の25、誰、ジブラルタルは。家にいるパーティーがおそらくこっちエレメント6の方に当たってくるだろうから、スウィニーはハイドしてるね。これ E36 じゃない、
あーまずい、ついにが押されちゃった。これやらかした。これエナルギー終わったね。残り初めての24 2v3 じゃないこれ。頑張れ。これ多分 E36 じゃないの。体力状況相当悪いよこれ。残り 1v2 1v3 か。 E36 です。やはりです。あリドルファイトになってるこれ。アライアンさんに来てんの。頑張れ、ゆきよさん。ワンブイツリー見せてくれ、アライアンスワンブイツリー。この上の、さすがにね。アライアンスとリドルがファイトになって、アライアンスが取り切ったね。5部隊の15、シングラリティも終わったね。3.0。3.0。400の 3.0。Bang 1 HP. Oh, Mitchell. Bang is literally one shot. Watson 40. Okay, and there's another team far right on my team, okay? We're not the full commit. We're in on effect. I just want to break that. 同じカービンのスキンや。やはりこのスキンなのか。強い人間は。One guy far left, like on top. I mean. Yeah, they have a gen. I'm watching the left there so they don't flank me.もうこれ配信終わる気満々やん。もう E36 の視点見せてよ。誰だったっけ E36 視点。あった。上がアライアンス、左下がアセンド、右下が E36 だね。俺が持ってる視点だと。アライアンスファイトになってるね。エフェクト相当削られてリフト上がってホライズンウルト打ったんだけど落とされちゃったね、俺。They're walking up, they're walking up. No, I'm biting, it's fine, it's fine. ただリセットできんのか、これ。ワンチャンバッテマック。あー、やっぱ詰めてきてんね。Play my knock, play my knock. ワンノック取って。2v2? ただ体力状況相当悪いね、これ。片手落とされてるよ。これ E36 が絡んでくれてんじゃないのこれ。アライアンス終わった。これダウン出てんの気づけてれば。片手と角まで入ったよこれ一旦。ブラックハンド残り1枚だねこれ。別室が絡んでる。バルキリー落とした。ルフカだねこれ。カシラも落とされてるよこれ。ただこれ詰める判断ではないね。右のパーティー相当警戒してるこれ。左側は2ノックまで入ってたんだけどリセットできそうだね、とりあえずは。Bro, they're fucking Watson, Jen, like literally. It's empty. I've no medkits. You have red shields here. いや、エフェクト下打ちしすぎやろ。なんか、ダウンするたびに下打ちしてない？ワトソンのパイロンに対して今下打ちしてましたね。またさらにやられた時も下打ちしてたけど今も下打ちしてたね。アセンドが一番南側から入っていってポジション的には E36 がかなりいいんじゃないか。一番北側取れてるね。いやどうだろうなこれ。他の2人どこにいんのこれ味方。左側から来るパーティーに対してかなり圧かけてるよこれ。アセンドだね左から来てるのこれ。アセンドはワンノックしてるこれ。ワンガルト来ててカーテン隊で右側の車線切ろうとしてる感じかこれ。いや一旦ここはつかないでおいて木の裏のところで一旦耐えてバッテリー巻いてるね。アセンドは残りカシラ1枚になってる。ホライゾンルト来て E36 的には右から来るパーティーに対してファイト仕掛けてこようとするからこれ耐えたいねこれ。今の間ワンチャンこれアセンドリセットできんじゃねえかこれ。カーテン耐えて右回りで今に対して車線突進ってね。肉50入ってるよこれ。その間に割られたから1個バッテリー巻いてエンボツさんも巻こうとしてる感じか。いや3人でフォーカス、いやうまいなフォーカスが。 MDY 倒しきって残りがアセンド起こしきってるからこれ 2v3 だね。ワンガロール割ってただ左からワンノック取られて 2v1? え、ワンチャン。ああ、さすがにね。一番北側取れてた E36 が MDY さばききって、最終的に 2v3 アセンドとして、最終試合は E36 がチャンピオン取ったね。6試合目 E36、9キルチャンピオン、2位がアセンド7キル、3位 MDY8 キル、4位がブラックハンド4キル、
5位がアライアンス5キルだね。はい、これです。前半のブロック18月24ブロック1スクリーム結果、1位がブラックハンド64ポイント、2位が E36、 惜しい、これ1ポイント差だね、超惜しい。これ1ポイントあれば今日1抜けだったんじゃねえのか。これ2ポイント欲しいか、でも1試合のあれだったら。3位 NRG58 ポイント、4位 SF44、 5位がアライアンス37、日韓 E36 2位の、リドルが8位だね。悪くないね、悪くないけど良くもないから、もうちょい伸ばしたらもういいね。ここら辺ポイント詰まってるからな。でもやっぱ初動かぶってなかったら全然いけるね、こういうポイントで。全然、しかもこのポイントだったら全然上位狙えるからな。どっかで1個チャンピオン取ればいっちゃえるポイントだし、これ。FC が14位の27ポイント、ラフテルが17位の20ポイントかな、日韓。っていうのが今日の前半の結果でした。